こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、令和6年2024年の1月17日なんですけども、すっかりね、年末年始の気分も消えて、厳しい現実に日々向き合ってらっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。今日はですね、国民生活基礎調査を中心として40代50代の今のね、金銭事情についてちょっと考えてみたいと思いまして、AI をね、活用してちょっと調べ物をしていたんですよ。ちょっとこちらの方をご覧いただけますか。まずね、私がね、3つの質問をしたんですけども、1つ目の質問なんですけども、2020年代、日本の40代、50代の平均の年収を教えてくださいということでね、これまずは自分と同年代の方々がね、どんな年収で生きているのかってことをちょっとリサーチしてみました。このように出てますね。40代の方で平均で510万の年収ということですね。で、50代で613万と。まあ、40代、50代の年収としては、私がイメージしたものとは、ちょっとね、低めなのかなと思いますけども、現在の世界情勢を考えると、まあ、日本はね、賃金が30年前から100数万円落ちてるわけですから、こういうふうな現実も突きつけられるかなってところですね。転職サイト、どうだが実施した調査ということなんで、転職をしたり、転職をする前、転職を考えている人ということでね、もう転職は無理だよ、この会社にずっといないといけないんだみたいな人はこの数字に入ってませんので、どちらかというと数字としては高めに出てるというふうに想像しますね。どうですか皆さん、40代の皆さん、年収500万以上ありますか？50代以上の方は年収600万以上ありますか？私が思うところ、平均ということですから、この動画を見ていらっしゃる方のほとんどはここまでないはずなんですよ。場合によっては借金があるかもしれないですし、そもそも無職かもしれないですよね。平均はこんな感じです。私の見立てだと、相当切り詰めなければ40代50代でこの年収だと上手に人生を渡ってはいけないんじゃないかなと思いますね。はい、次の2つ目の質問ですけども、2020年代の日本の40代50代の平均の貯蓄率、貯金はどのぐらいしてるんでしょうかってことで聞いてみました。そうするとね、40代の方で891万の貯金をしてるっていうふうに回答がありましたね。いや、これはね、40代ですから、20代、30代、この20年間を通じて、それぞれ4、500万ずつ貯金をしていくという堅実さがなければ、浪費癖があるようだったらね、貯金がないわけですから、非常に苦しいところに行ってるのかなと思います。ただ、この40代の平均891万っていうのも、一部の相当な金融資産を持ってる40代が入ってるから、この数字になってますんで、現実はここよりも150万ほど下なのかなと思ってますね。さらに50代ですけども、このように出てます。1248万円の貯金があるということなんですよね。これも同じように、一部の、もうね、50代でバリバリやってる大部長とかね、大会社の役員とかっていう人が入ってますから、そういう人の年収ってのは2000万とか3000万とかあって、貯金額もね、まあ奥に迫る方もいますんで、この1240万、4万っていうのは、まあこの動画をご覧になってるね、つまりは、いわゆる普通の労働者環境にいる方から見ると、結構あるな、俺そんなないよっていうふうに映るかもしれません。で、50代でいろんなお金を使いながらね、少ない給料の中で1200万円たまんないですよ、これは。特にここに出てくる数字ってのは、おそらく割とね、中堅以上の暮らしを今でも維持してらっしゃる方の数字なんじゃないかなと思いますよね。はい、こんな形でね、この今の現実と自分とのギャップってのを大きく感じてると思うんですけども、3つ目です。ね、3つ目の質問。2020年の日本の40代、50代の平均年収300万以下の人を教えてくださいということでしたね。この動画をご覧の40代、50代の方多いと思いますけども、平均年収で300万より上ですか、下ですかと。いや、はっきり言って平均年収300万ね。年収300万で40代、50代って結構きついですよ。いや、本当に生きるのがやっとみたいなレベルになってくると思います。相当上手にやると、切り詰めて貯金ってものがありますけども、ほとんどの趣味ができなくなる。まあ、そんな感じじゃないかなと思うんですよね。まあ、実はね、この年収300万円以下の方って、40代で1200万、50代で1000万もいるわけですよ。まあ、つまり、有効労働人口というものがあります。1億2000万のうちに、まあ、働いてるというカテゴリーに入っている人っていうのは6000万人ぐらいいるっていう計算もあるんですけども、そのうちの3分の1がね、平均年収300万以下なんですよ。いや、あのね、20代で平均年収300万って言ったらちょっと優秀な方でしょ。30代で平均年収300万って言ったら順調な方なんですよ。でも、40代、50代で平均年収300万ってことは、これはちょっと、暮らすのも苦しいと思いますし、
なかなか思うような人生歩んでいけてないと思うんですよね。でも、その現実の数字がここに2200万合計ということで現れているってことは、この日本で真面目に贅沢もせずに働いている方の3分の1が何ら報われることのないね、そんな人生になっているってことなんじゃないかなと思うんですよ。しかもここに多額の課税がされるわけですよ。もうほんとね、ほっといてくれよと。ふざけるなよというふうなね、やり場のない怒りが込み上げてくるんではなかろうかと思います。まあこういった数字を時に応じて捉えながら、まあ私もね、様々な放送をさせていただいてますけども、でもやっぱりシンプルに考えてこのままじゃいけないと思いますよね。国の制度を変えていったりとかね、それから政権を変えるっていうのは、これはちょっとね、一人の力は必要なんですけども、一人の力ではどうにもなりません。だから直近目の前の危機を救うためには、自分がプラスで3万とか5万とかをね、稼いでいくしかないのかなというふうにやっぱり思うわけですよ。だからプラス3万5万余計に稼ごうかなと思ったら、その情報っていうのは手に入れることができますので、今後もね、私の放送を見ていただければ、その一助になるんではないかなと思っております。またですね、私の運営している速稼塾では、別のお金の稼ぎ方っていうのもね、1つから2つ、今ね、重点で紹介しているものがありますので、どっかのビジネスに乗っかって稼ごうって話じゃありません。私の速稼塾でやっている稼ぎ方っていうのは、自分で集客をする力をつける、ね、コミュニケーション能力を高めていって、そして YouTube でもいいし、ブログでもいいし、SNS でもいいし、何か自分をね、注目させるようなコンテンツを作りましょうっていう、これをやっていきます。次に、商品として販売できる、このコンテンツを作っていきましょうって話ですよね。商品がなければ売り上げ立ちませんので、自分自身のこれは人にお金を払ってもらえるほどの価値があるものかなってものを提供していくってことです。これはね、昔の趣味とか今気になっていることでも十分お金を稼ぐことができますので、その辺も一緒に考えていけると思います。まあ最後にセールスですよね。セールスもタイミングを間違えてしまえば、売れるものも売れなくなっちゃいます。で、詐欺的な販売手法もあります。それはね、あくまでも自分がその詐欺に遭わないため、または世の中にこんなインチキな方法があるんだよってことを知らせることによってね、やっぱりこうインチキな人がお金を持っていっちゃうと、真面目にやってる人のところにお金が回ってこなくなるんですよ。だから詐欺的なものは全然売れなくなって、誠実にやってる人だけは売れるような、報われるような子を作るためにも、セールス手法っていうのは一通り学んでいかなきゃならないかなと思いますよね。このように集客、商品作り、セールス、この3つを学ぶのが速稼塾ってことになってますので、しっかりと足場を固めてね、何かに乗っかってりゃぶら下がってりゃ儲かるんだみたいな、そんな話にはね、乗らないようにしていただきたいかなと思います。それではお疲れ様でございます。